モニターチェック、チェック中。なかなか一発録音は難しいです。はい、どうも中島です、今日はですね、久々に、アコースティック、皆さんダブルギターでちょっと、歌ってみようかなと思います、我々高校時代に感銘を受けました長渕さんの曲でね、今日はなんと白と黒、チャレンジしてみたいと思います。難しいけどね。難しいんですよね。まあ原曲よりねちょっと元気一つ下げてますけど、キーは D のコードでねお届けしたいと思います。じゃあちょっと雰囲気だけも作って、生で一発撮りで弾きたいんで、変身して、変身しましょう一応長渕さんなりきって失礼いたします。長渕さんまだです。はい、でもこんな感じでだいぶここだけ見えたらね、その辺のたこ焼き屋の用事みたいな、ね、まあ、ステージさながらという感じでやるでしょうか、ね、そうだな、できるかな一発録音で歌詞間違えてもそのままいっちゃいますね。では今日のライブですシュベルト増田&中地白と黒、行ってみよう。妙に賢い顔のあんたと話をすれば決まって気まずい妙な風がどこからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと口先だけの褒め褒め言葉の裏と表の偽善者どもシェイクハンドでまたよろしくと頭カキカキ変に親しみぶるのはあうんざりだね。だってあんたはおいらのことを嫌ってるんだし、だっておいらもあんたのことを嫌ってるもんね。頭なでなで一個振るのはあんた得意のポーズさ。よそで人の陰口ばかりで開けてもくれてもはいはいはい、いざとなったらあんたのことを敵とみなしてみど一発殴る覚悟はいつでもいつでもあるのさ。奥歯に物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この馬鹿な立ち去って行け。あんたのひげ面見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにないあうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。そんなにいないからとて無理して付き合うことはない。中途半端な受け答えだけはしたくないから、嫌なものは嫌なんだしこれまたしょうがない。だってあんたおいらのことを嫌ってるんだし、だっておいらもあんたのことを嫌ってるもんね。頭なでなで言い込むのはあんた得意のポーズさ。よそで人の陰口ばかりで開けてもくれてもはいはいはい、いざとなったらあんたのこと
覚悟はいつでもいつでもあるのさ。ありがとうございました。